よし、やっていくか。さあ、待って、コントローラー刺す。バトルセッティング、キャラクターを。まあ、剣でしょ。取り巻けんでしょ。実況オン。あ、ちょっと待って、実況設定で Y。お R でしょ。きた、だって入力の、あ、フレームも出てんのいいね。デフォルトで出てる。ってこと早いね。かっけー。これ、昇竜スパキャンみたいなのできない？スパキャンかかるのってこれ EX だっけ？なるほどね。で、こいつは何をするキャラ？急停止か。忙しい。ん、おお、なんかボタン効かん。さあ、このマッチアップどうなるか展開に注目していきたい。なんか喋り出したぞ。決闘というものを見せてもらおう。楽しませてくれよ。さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみであるな。打撃はさばいて、ここから相手の攻撃をパリすることで、ここから効率的にドライブゲージを稼いでいく。あ、これか。ちょっと待って、インパクト動画に設定して、技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。どうだろう、危険なドライブインパクトは受け止める。あ、ちょっと待って、枯渇してる、枯渇してるです、枯渇してるです。さあ、もっとやり合うのだ。枯渇してるですよ。カウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、今いいのが。ここは飛び道具での牽制。お、相手を殺した。枯渇したら押していくよ、これで。削りあるんだ、この状態。プレイヤー1、ここはきっちりラウンド。バーンアウトしちゃうな、これ。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。そんな喋らんねんな。発見。はい、レベル3はキャンセルできるっぽいな、スパキャン。なるほど。これでいいか。確認猶予を調べとくか。どこで確認する？はい。まあ、そもそも確認というか、キャンセル猶予がどんぐらいか。めちゃくちゃキャンセル猶予が短いです、まず。多分12とか13ぐらいしかないの、キャンセル猶予が。そもそも。いまいちね、何をするキャラなんだろう、これ剣。なんかあんまり強さを感じてないんですけど、そういうもん。めちゃくちゃ離れる。あ、でもこれできてんのかな、柔道。ちょっと起き上がりの感じがまだ分かんないから。前蹴りは、ね、これ、粉塵これ。この辺がなんか、攪拌ないとか、その辺があんのかな。
なんかあるかもしれない。で、大竜巻が吹っ飛ぶ。あ、全部吹っ飛ぶ。めくり竜巻あるの？お、めくりある。お、なんか昇竜ついた。お、できた。できるじゃない。人雷も拾えんのか。いけるけど、いけるけど、いける神竜にして昇竜で拾ってとかでいい。ロックした方が減って、まあこれはその今補正が緩いからね。ただ一応このゲージ回収がちょっとできるっていう強みは。空中 X、 あー、お、なかなかいい起動してる。なかなかやる気ある起動してる。これか。お、つながる。お、これか。お、めくる。お、あ、これか。これだな。めくるやつですね。無理か。めくると繋がらない。まあよくあります、こういう。正面の方が明らかのけぞりがさ。これはだから悪さはすんなよっていう意思を感じます。ただまあフィニッシュとかでは使える。まだ何もあれなんだよな、あれは調べれてないんだ。切れそう。バーンアウトしてて切れそうなんだ。バーンアウトかとかって言われて切れそうなんだ。ここで SA ゲージがマックス。くしくもバーンアウトしている。バーンアウトしていく。真空圏が触れ合い続ける。ここで位置が入れ替わる。プレイヤーは丁寧に有利を継続して。やった。あとはここでスタン。壁に。ただバーンアウトすると戻ってくるから全然 OK です。ねじ込むことはできるか。いいぞ。スパーツ。ゲージ。出し惜しみはしない。中足 EX 波動。あれパリダメだ。これドライブインパクトにジャストパリじゃないとダメか。ドライブインパクトにはドライブインパクト。試合は序盤どう崩していくか。さあ伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。誰か俺のバーンアウトを止めてくれ。バーンアウト状態だ。あ、カウンターはつながる。緊張感が増していく。誰か、モモチのバーンアウトを止めて。うるせえな。ここは中足を一つ。これ繋がらんぞ。ドン。いや、すごいな。次はどうだ。ああ、ユンちゃんね、これ。壁のプレッシャーを使えるか。ああ、ここからだ。バーンとしていく。プレイヤーはドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。SA ゲージは両者マックス。ここからのゲームバーンとしている。バーンとしていく。相手もバーンとしていくの。じゃあ EX がないんだ。そうだ。じゃあ俺ずっと陣雷しようとしてた。神竜レベル3だ。このねルールをちょっと把握しとかないかんね。ありがとうございます。いや剣ね、面白いは面白いよ。あのね粉塵客急停止があるのが面白いわ。
あ、でもね、中、PC のヒット確認よりは長いっす。中大と、中中大。だから結構他のキャラが、ちょ、わかんないよ。わかんないけど、なんか必殺技入れ込みするとか、その、この、ダッシュ前提とかだったら、剣は意外とその、それじゃなくてもダメージは取れるから、そこはいいのかも。結構必殺技入れ込みとかは、インパクト食らっちゃうから。まあでもちょっと他のキャラはね、見てないからなんとも言えんな。ベータの中では最弱全然あるからな。今んとこ最弱候補。